うわ、なった。来ました。今日はね、トーストサンドセットにしました。トーストサンド、エッグサンドしかないみたいですね。マジね、こう持ったわかるんですけど、ずっしり重いですからね。はい、追加しちゃいましたね。チョコレートパフェでございます。うわぁ、こういうの大好きなんだよね。はい、ただいまね、ブザーが鳴るのを待っております。このね、なんかボタンの機械、なんだろう、こんな弱いねんけど、この商品ができたらね、これがブザーとフラッシュが鳴るみたいです。こんにちは、そしてこんばんは、のみすけ調理師のお嬢夫婦です。久しぶりのたるみ駅の喫茶店巡りとなります。実はね、3週間ぐらい休館日をサボっておりましたので、もうあかんやろうということでやってまいりました。今回はね、たるみのイオンさんのビルの中に入っているホーリーズカフェさんに来ております。うわ、なった。来ました。今日はね、トーストサンドセットにしました。トーストサンド、エッグサンドしかないみたいですね。お塩大好きやからな、たっぷり振っちゃう。でも卵はね、たっぷりですよ、これ。
いいな。こんな感じです。うまいね、こんな感じ。卵たっぷり、あとね、結構からしの風味が効いてて美味しいです。オーリーズカフェさんっていうのは大手ではないんですけども、まあまあ大きいチェーン店なんですよね。近畿に今93店舗展開してまして、昔はね、同年代の方だったらあはあって言うと思うんですけど、カラフネやコーヒーっていうのからスタートしてるんですよね。今もカラフネやコーヒーは残ってますが、カラフネコーヒーはね、もう株式譲渡して、今 JR 西日本の関連会社になってて、もうホーリーズカフェさんが経営はしていないんですよ。だからこのホーリーズカフェで93店舗あるってことですね。で、セルフサービスのタイプの喫茶店ということで、まあ、馴染みがあるんだろう、ドトールと同じですよね。カウンターに行って注文して、で、ドトールの場合だったら商品ができるまで待ってるんですけども、ホーリーズカフェさんの場合は、さっきのポケベルみたいな、ポケベルもまた俺も古いな。まあまあ、ポケベルみたいな形でなってね、すぐ取りに行くというタイプです。たるみの話なんですけども、たるみはね、今日来たここのイオンのビルの中だけじゃなしに、たるみ商店街にもあります。まあまあ、たるみ人ならね、説明しなくてもご存知だとは思いますけどね。散髪屋さんの近くですね。で、ホーリーズカフェの特徴は、アイスコーヒーがね、ダッチコーヒーなんですよね。まあ、今はもうほとんど冬なんで、私ホットいただいてますけど、ダッチコーヒーというのは水出しコーヒーですよね。それが結構ね、有名な、まあ、喫茶店があるんですけどね。一度またね、夏になったらレポートしてみたいと思います。さて、いつもでしたらね、ここでね、メニューをご紹介するんですけども、セルフサービス喫茶ということで、テーブルにはメニューないんですよね。カウンターに行ってみたりするんで。なので、公式サイトからメニューを引用して、今から見ていただきますね。どうぞ。追加しちゃいましたね。チョコレートパフェでございます。うわぁ、こういうの大好きなんだよね。まあね、ホールズカフェさんの場合はね、簡易的なチョコレートパフェですけど、おやつにはこれで十分でしょう。いただきます。これね、ソフトクリームにチョコレートシロップかけてるので、もうそれだけでうまいよね。いや、いいな。間違いない。ソフトクリームにチョコレートシロップにこのミニチョコとかな。いやちょっと待ってみたいな。下がね、なんかね、ドリンク入れてましたね、見てたら。
何でいいかな、わからんかな。まあ、チョコ系かコーヒー系のドリンクだろうね。お約束のコーンフレークが入ってるけどね。ああ、お約束にちょうどいいよ。下のね、ドリンクのところ出てきましたわ。味はね、なんかアイスココアみたいな味かな。美味しい。ああ、ごちそうさまでした。今回は、ホーリーズカフェウエステ垂水店さんにお邪魔いたしました。こちらのお店はですね、もう一つの方のホーリーズカフェと違って、ちょっと大きめのお店で、すごく席数もあって余裕もあるのでね、お客様同士の間隔もね、すごくね、空いてるのでね、まあ、ある意味安心してコーヒーを楽しめるお店ですので、ぜひ一度寄ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。